皆さんこんばんは、ゼルダ考察の宇野と言います。この紋章は謎の民族ゾナウのおまじないの力に関係しているんでしょうか。早くこのゲームやりたいですね。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに関する任天堂公式さんの情報について考察していきます。早速始めていきますが、このチャンネルではティアーズオブザキングダムについての情報を発信したり考察をしたりしています。まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。行きましょう。巨大生物の骨。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのセカンドトレーラーには超巨大なマグロックのようにも見える岩の塊が動き出しているシーンがありましたね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのハイラル各地には太古の時代には巨大な生物がたくさんいたんだろうと考えられる巨大な骨が確認できましたが、あの溶岩の塊と関係あるんでしょうかね。とてもワクワクします。ラネールの遠回りのトグロを巻いた大蛇のような巨大な骨。リトの村近くの竜骨沼と呼ばれている底なし沼にある巨大な骨。ハイラル平原の傍ら底なしの沼に沈みかけているボトムレスな巨大な骨。テルメザンあたりの3つの巨大な骨。ヘブラ、ゲルード、オルディンの作中でクジラとされている大化石たち。ゲルド砂漠のあちこちにある巨大な骨たち。ゴロスコの巨大な骨。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムでは過去の時代にも行くことがほぼ確定してしまいましたが、それらの巨大生物たちが復活するというのは十分に考えられますよね。皆さんもそう考えていることと思います。セカンドトレーラーのあのシーンではガノンドロフらしき人物の声に応えるように各地で魔物が動き出すというふうに解釈できましたが、ブレワイ各地の骨たちの中には魔物ももちろん多いんでしょうけど、ハイラルに味方してくれる存在もたくさんいるんだと考えています。ヘブラやゲルドの大化石と名付けられている彼らや竜骨沼の骨は過去作にも登場した精霊たちのようにも思えますね。ただその大半は魔物なんだと僕は考えています。根拠はないですが、単純にその方が絶望感増し増しで興奮するし、より救いたくなるハイラルに仕上がるからです。最高ですみません。ところで魔物つながりの話題なんですが、ボコちゃんがせっせと採掘作業をしている地下のようなシーンで体が赤色に光ってるリザルフォスはブレワイと同じ世界観を共有した作品「厄災の黙示録」にのみ登場した怨念のリザルフォスなんでしょうかね。その逆輸入だと解釈しました。そのことから他の怨念シリーズの魔物も展開するのかもしれません。もし怨念のリザルが出てくるならボコちゃんはもちろん怨念のライネルも登場するでしょう。怨念のライネルは二刀流のライネルなんですが、このサムネイルの動画の中で予想している内容によってティアーズ・オブ・ザ・キングダムには槍を2本持ったライネルが登場するとお話ししていたんですが、少し希望が湧いてきました。ゾナウ遺跡の行く末。ドイブラ遺跡の奥に見える角張った建物は位置的にゾナウ遺跡に分類される北ローメイ城跡ですね。このセカンドトレーラーの中でだけでも真上に浮き上がった北ローメイ城跡とブレワイと同じ状態の北ローメイ城跡があるということで、他のローメイ城跡はもちろん目の前のドイブラン遺跡も段階的に空に上がっていくと以前の動画でお話ししていましたが、おおよそ正解と見ています。リンクの姿がないのでゾナウ遺跡たちが天空へと上がっていく時のムービーのような感じなんでしょうか。さてセカンドトレーラー以外にも任天堂公式さんのティアーズオブザキングダムについての情報の中で気になったものがいくつかありましたね。サイトでさりげなく紹介されていましたが、トレーラーで紹介されてない要素もいくつかありました。この動画を見てくださってる方の中にも結構な数の方が予約したと僕は思い込んでいるんですが、今回予約受付が開始されたコレクターズエディションのラインナップにも色々と気になるものがありました。天空遺跡の紋章。僕がまず気になったのは天空遺跡の上に建てられたハスのつぼみのようなものが取り付けられた燭台みたいなのが中心にある羽が生えた目玉付きの紋章ですね。下の目玉はファーストトレーラーにもあった電池みたいなものを取り付けた板やリンクが背負っている盾に描かれた紋章に近いですよね。そして羽はハイラル王国の紋章にとても近いです。シーカー族の紋章であるまつげのようなものがついた目が2つあるので、シーカー族とハイラル王国とを合わせたようだと感じました。天空の遺跡を2種類のシーカー族が支えているような、これが何を象徴しているのかわからないですが、神々のトライフォース作中のガノンの塔というダンジョンのクライマックスの部分に描かれているものと少し似ています。
神虎の方はおそらくこの後現れる魔王ガノンがコウモリのような姿になったのを表していると思います。そういった厄災ガノンと関係のある不穏なものなのか、ハイラル王国やシーカー族と関係のあるリンクの味方側のものなのかは不明です。シーカー族が今回は敵となるということも考えられますしね。古代のハイリア人。次にゲームカードを入れるスチールカードの表面、ファーストトレーラー最初のレリーフに彫られてた宙に浮いたどこかしらの女王様のような見た目の存在と同じものですね。前まで壁画と呼んでいましたが、よく見ると手前に浮き出ているので呼び方をレリーフに変えました。そしてその下には新たに複数の手をつないだ者たちが追加されています。手のつなぎ方がファーストトレーラーの女王様らしき人物とゼルダ姫が結んでいる手のつなぎ方ですね。彼らの顔はファーストトレーラーの王国兵士のように解釈できる剣と盾を持った者たちと同じですね。耳が長いのも特徴的です。インパが語ってくれる伝承に登場する人とも少し似ていますかね。こちらは耳のようなものは見当たらないですが、周りに山のようなものも描かれているので、天から現れた女神様を迎える地上の人たちといった解釈ができるでしょうか。耳が長いということでおそらくハイリア人だと思いました。スカイウォードソードというゼルダゲームをプレイすると分かってくるんですが、今地上にあるハイラル王国ができる前の遥か昔には、その前身となる長くて尖った特徴的な耳の人々が、ハイリアという女神が地上の大地をくり抜いて天空に浮かべた島々で暮らしていました。その後地上にまた戻ってきてハイラル王国を作ったとのことなんですが、地上のハイラルの人間の方はハイリア人と呼ばれ繁栄していって、それがブレワイでいうところのウオトリー村やハテノ村などに住む耳の長い人たちです。リンクもそうですね。そしてハイラル王家の人間はその女神ハイリアの血を引く一族ということなんですね。この古代人のような人たちが何者かはっきりはわからないんですが、耳が長いところからおそらくハイリア人なのだろうという予想はできますね。そして降臨したような浮遊する謎の人物が女神ハイリアとか、そんなところでしょうか。ちなみにブレスオブザワイルド作中では女神像が語りかけてきますが、あの声の主は女神ハイリアとされています。これも確定ではないんですけどね。一方地上に戻ってきた後の元暮らしていた天空の島々がその後どうなったのかは語られていないんですね。それがセカンドトレーラーに登場した遺跡と関係あるのかどうかが気になるところです。スカイウォードソードは現在発売されているゼルダゲームの中で最も古い時代のお話なのですが、その頃からシーカー族は存在しています。女神ハイリアが地上の大地を天に浮かべたのは、実は地下から魔族が突然這い出してきたので、トライフォースという神々から受け継いだ宝を守るためだったんですが、今後また次なる脅威が訪れた時のために、そのシーカー族の一部が空島を管理していくことになったとか、そんな感じですかね。空島は空島で別の形で発展をしていき、あの天空遺跡のようになったとか。後でこの話を出しますが一旦置いておきます。次に前々からちょいちょい出てきていたこの模様と、最近出るようになったこの模様の2つです。一つはこの水門といわれる天空遺跡の扉にも描かれている模様と、もう一つはファーストトレーラーのレリーフにもあったガノンの怨念か火炙りのようにも解釈できるシーンがあることから、炎なのか分かりませんけど何かがうねうねしている角張った模様です。この模様とレリーフのうねうねが同じものかもまだ分からないですけどね。ブレワイに遺跡だけが残っている謎の民族ゾナウはフィローネを本拠地とし、水流を信仰していたと言われています。水門が象徴するのが天空勢で、ブレワイ現代で古代シーカーと呼ばれている者たち、ウネウネが象徴するのがブレワイ現代でゾナウと呼ばれている者たちとか、そんな感じなのかな。そしてその2つの勢力がタイトルロゴのお互いを食べ合う2匹のウロボロスなんでしょうかね。このタイトルロゴでもって公式さんから2種類の勢力の対立構造を打ち出しているように解釈しました。ブレワイ作中で手に入るゾナウと関わりが深そうなラバー装備と蛮族装備の2種類の見た目がかなり違ったデザインなのも気になりますし、しかしコレクターズエディションの中のアートブックの表紙にも描かれている
公式さんのサイトを開いた時に浮き出る謎の文字がたくさん書かれた紋章には、右を向いている目と左を向いている目がありましたね。ここからも異なる思想を持つ勢力の存在といった意味に捉えることもできますが、同じうねうねの中に収まっているところが気になりますよね。そういった要素たちから、今では別の道を進んでいるけど、もともとは仲間同士の同じ人たちという考え方もできるでしょうか。下にそれぞれ名前のようなものが書かれていて、何と読むのか気になりますね。そしてまるで呪いかまじないを連想させるような不気味な左手が描かれていますね。謎の民族ゾナウはまじないの力を持つとされていますが、彼らがこの手の持ち主ということなんでしょうかね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム初報の映像では、ゾナウ遺跡に入っていってリンクが夜光石のような青緑の力を授かるように見えましたね。そしてファーストトレーラーの風の宮殿のような天空遺跡のシーンでは、この青緑の力で遺跡の謎を解いていました。先ほどのゾナウの手のような紋章にある文字も天空遺跡には彫られているし、そしてゾナウ遺跡に分類される老明遺跡は空を飛んでいるのがほぼ確定していましたね。ゾナウ遺跡は空を飛ぶということで、水門が描かれている天空遺跡もゾナウのものなんですかね。確かにゾナウが信仰していたと言われる水流らしきものはかたどられていましたが、それでもやっぱり遺跡の意匠が少し違いますよね。どういうことなのかさっぱりですわ。まあでも、もともとは同じこの青緑の力を使って繁栄していた勢力の人たちで、その中から裏切り者たちが出てきて、ブレワイにおける古代シーカーとイーガダンのように2つに分かれたと考えると、そこそこ納得感がありますかね。例えばこの青緑の力、つまり資源の奪い合いが起こった末のような仲違いとか、そして片側はそのまま天空に、もう片方は地下へと移り、ガノンと手を組んだ的な、そういった元は同じ勢力で仲違いして古代シーカーとゾナウに分裂したという妄想や考察は、こちらの動画の中で過去にしていましたが、どうなんでしょうね。もし興味を持っていただけたら動画を見てくださると嬉しいです。概要欄に貼っておきます。まだまだ疑問は残りますが、今のところはどちらも元は同じ勢力であり、今は古代シーカーとゾナウに分かれたみたいに思っておきます。そして現在も対立しているのかは分からないですが、天空と地下とに分かれたと。例えばの話ですが、天空陣営は女神ハイリアに仕える古代シーカー族で、地下か地上に拠点を移したもう一方が、謎の青緑の力の資源を奪い取ろうと、伝説にある魔王ガノンの力を兵器として戦争に利用しようと復活させた。だけどガノンの力が強大すぎて制御できなくなり、気づいたらハイラル王国やゾナウたちもろともピンチになる。こりゃいかんということで、天空勢と地下ゾナウが結局は力を合わせることになり、皆が協力してガノンを封印し、一人がそのままそこに残ったみたいなことが1万年以上前にあり、その過去のいざこざに巻き込まれたリンクがなんやかんや収めようと頑張ってくれるみたいな感じですかね。それが厄災ガノン誕生の物語とか。今ある材料で適当に妄想話を一つ作ってみましたけど、全然外れてるとは思ってます。どちらにしろブレワイ作中で使っている古代エネルギーと呼ばれている水色のエネルギーは、青緑のあのエネルギーが元になっているのだと考えています。ちなみに今、天空遺跡は天空にもともとあったものという感じではお話ししましたが、空島の底面に噴射口のように見えるものがついていて、ロケットのように打ち上がったようにも考えられるので、もともとの分裂する前のゾナウは皆地下にいたというふうにも考えています。大地から噴射で離れて天空に浮いていったという、今話したのと丸々真逆の構図ということですね。実を言うと、ブレワイのハイラルは過去作のハイラルと比べて、本来あるべき場所のものが違う場所にあったり、あるはずのない大地などもありまして、過去にそれらの大地たちを組み替えざるを得ないような出来事があったと考えることができるので、大地を噴射で切り離して天空に持っていったという方が、ブレワイのハイラルの状態を考えると正解に近いと思っています。あとこれにも一応触れておかないとなとは思いますが、
謎の民族ゾナウのまじないを表したような紋章の真ん中の大元の勢力っぽい大きな目は左右のと比べて上下逆になってるように見えますよね。ブレワイ作中でシーカーシンボルを逆さにしたイーガダンという存在を置いたことで示してたシンボルを逆さにするとそれにあだなすものという表現を伏線に仕立て上げたような感じ気になりますがまだ深く考えられていません。また進展があったらこの件について触れたいと思います。それ以外にどういったことが考えられるか、こういうストーリーだったら熱いなぁなど皆さんの意見も聞いてみたいのでコメントをお待ちしています。ゼルダの伝説、前回ゼルダ公式ツイッターさんの画像を拾い忘れてましたね。ゼルダがどう見ても任天堂スイッチを意識したデバイスを持っています。ブレワイのシーカーストーンに近い見た目で、それがシーカー遺物なのもデザインから伝わってきます。中央のシーカーシンボルはまぶたが半分降りたような状態で、シーカー族全体の危機が迫っている感を表現しているのだと感じました。まず僕が思ったのはゼルダのプレイアブル化が濃厚だということです。ティアーズオブザキングダム初報の PV で地下に落ちていったゼルダでしたが、一度外に出られてこの危機を取りに戻って再び冒険に出るということかもしれませんね。ショートカットゼルダ、かわいい。地上と天空と過去世界はリンクで、ゼルダは地下世界を探索で、それを切り替えて進めていくみたいな妄想は前から動画でお話ししていましたが、実現したら嬉しいですね。以前の動画にガーディアンが差し出してるロープは電線のようなケーブルの類に見えるとコメントをいただいてたので、そのイメージが染みついてしまいました。地下を歩いてケーブルを引っ張っていき通信を復旧するようなデスストランディングのような遊びも地味だけど夢中になっちゃいそう。続報に期待ですね。パラセールについて、まだ他にも今後3月、4月、5月の間で新しいアミーボが発表されるとは思いますが、今回とりあえず一つアミーボの情報がありましたね。リンクが授けられたっぽい右手の能力を発動してる時のアミーボです。ブレワイではスマブラアミーボを含む全てのゼルダキャラのアミーボが使えましたよね。なので、ティアーズオブザキングダムでもおそらく全てのゼルダの伝説関連アミーボが使えるものと考えています。ここは確定情報ではないです。使用効果ですが、ブレスオブザワイルドがそうであったようにアミーボをかざすと各アミーボに関連した素材や武器がもらえるようです。しかしティアーズオブザキングダムでは素材などのアイテムがもらえるプラス各アミーボによって特別なパラセールの生地をもらえる時があるとのことです。デザインが素晴らしいですね。きっと降ってきた宝箱に入ってるんでしょう。パラセールの記事に関しては全てのゼルダの伝説アミーボに対応してるかは今のところは情報が出ておらず、紹介されていたのは新しく発売するティアーズオブザキングダムのリンクアミーボ、ブレスオブザワイルドの騎乗リンク、スカイボードソードのゼルダ&ロフトバード、ムジュラの仮面の子供リンクの4種でした。記事をもらえるということですが、ゲーム内のとあるお店で記事を貼り替えることができると紹介されてます。もし生地を変えることで特殊効果がつくのだとしたら、ムジュラの仮面といえばブレワイではいくつかの魔物に敵として認識されない効果があったので、ティアーズオブザキングダムでも敵認定されないという効果かもしれないですね。セカンドトレーラーでもカーゴロックのような謎プテラが追加されているのが分かりましたし、今回は天空という新たなステージが出たことで他にも飛行する敵が増えてることが想像できますしね。それで今回パラセールの記事が個別で存在してると判明したわけですが、わざわざ仕立て屋さんのようなお店の存在まで明かされてるということで、もちろんアミーボでだけ手に入る素材というのは考えにくいので、ゲーム内のイベントでも手に入るんでしょうね。どうなるかわかりませんが、装備品と同じく他にもいろんな奇抜なデザインのパラセールなどにも期待したいです。ところでブレスオブザワイルドは発売前の映像としてサードトレーラーを最後にしていましたよね。ティアーズオブザキングダムのストーリー名の情報がまだほぼ出てないですが、今回の任天堂ダイレクトの映像がセカンドトレーラーというのは公式さんが打ち出しているようですから、いよいよストーリーの触りだけ少し含んだようなトレーラーがあと1本3月くらいには出るのかもしれません。ブレスオブザワイルドがゼルダの伝説初プレイというユーザーさんも結構いらっしゃるでしょうから、ティアーズオブザキングダムでは過去作で当たり前とは言えないながらもファンの間では染み付いていることも深く掘ってくれると考えています。
コアなファンとライトなユーザーの溝を埋めれば、よりシリーズ全体も盛り上がりますしね。ブレワイにはたくさん残っていながらも、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの映像には一切蛇の衣装などのブレワイのゾナウ遺跡の特徴が出てきていないことから、最後になるサードトレーラーはいよいよ地下の洞窟や地下遺跡がたくさん出てくると予想しています。あれだけ各地にゾナウ遺跡を置いておきながら、同じ衣装の遺跡が続編で出ないわけがないと思うんですが、待てど暮らせど出てこない。もう一度言っておきます。サードトレーラーで隠し玉として地下遺跡が出ます。これフラグじゃないです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの発売は5月12日、3ヶ月を切った今、3月か4月か5月か、いつ頃にサードトレーラーが公開されるか分かりませんが、楽しみに待ちたいですね。というわけでブツッと切りますが、今回は以上です。動画を楽しめていただけてたら高評価ボタンをよろしくお願いします。動画作りの励みになります。今回拾いきれなかった部分は次の動画に回したいと思います。ご視聴ありがとうございました。